はい、それでは12月20日の3問に入る前に、お伝えいたします。個別指導についてはあと、数時間で値上げとなります。本日の23時59分59秒までは現在の値段なんですけども、明日に日付変わりますと値上げになっちゃいます。なので、理解学習という効率的な勉強をして楽に合格したいという方はぜひ個別指導の内容をご確認ください。個別指導の内容についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また右上にもお知らせボタン出しておきますので、そちらからもご確認できます。それでは3問に入ります。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である丸か×かという問題です。問題文を確認したい方はこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。まず一般的な債権の消滅時効っていうのは、権利行使できることを知った時から5年、または権利行使できる時から10年なんですね。まあ、これは基本なので必ず頭に入れておきましょう。で、今回は例外的な話なんですね。不法行為による損害賠償請求権、例えばなんですけども物損ですね、物を壊されたとか、まあ、そういった場合です。そういった場合、被害者またはその代理人は損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時は時効によって消滅します。なので今回の問題は誤りになります。で、またですね、不法行為の時から20年、これを経過しても権利が消滅します。つまり、物を壊されてから20年経過した時も、損害賠償請求権は消滅します。で、これをさらっと読み流すと痛い目に遭うんですよ。これどういうことかっていうと、損害と加害者を知った時から3年って書いてあるんですね。で、これっていうのは、損害と加害者、どちらも知った時から時効期間がスタートするってことなんですよ。例えば物を壊されて加害者がわからない場合、こういった場合っていうのは壊された時から3年経過しても時効消滅はしないんですね。ただそういった場合っていうのは ② のルールから、物を壊された時から20年経過するとこれは損害賠償請求権は消滅します。つまり1、2、まあ、どちらか一方ですね、先に到達すると時効によって消滅するんですけども、1番について加害者がわからなかったら3年の時効期間スタートしないんですよ。一方で2のこの不法行為の時は20年、これは時効期間ずっと経過しますよ。スタートし始めてますので、加害者がわからない場合はこの3年経過しても大丈夫ですけども、こっちの20年を経過すると ② が原因で権利が消滅するよという話です。で、この問題なんですけども関連ポイント非常に細かいんですね。で、なので、これは個別指導で解説いたします。で、この関連ポイントが、まあ、本試験に出やすい部分なんですよ。ただ条文レベルなので、しっかり頭に入れておけば得点できる部分なんですね。実際改正民法になってすごく細かくなりましたので、個別指導ではその点まで、お伝えしたいと思います。では問2ですね。宅建士が登録の移転をした場合、その移転後の取引主張の有効期間は登録の移転の日から5年である、丸か×かという問題です。答えは×ですね。登録の移転の日からではありません。登録移転により新しい取引証を交付してもらった場合、有効期間っていうのは従前の取引証の有効期間が引き継がれます。つまり前の取引証ですねの有効期間が引き継がれますので、新たに5年とはならないんですね。つまり登録移転前に取引証を3年間使用していたと、その場合登録移転後の残りの期間っていうのは2年ですよね。だから取引証は残り2年なんですよ、使えるのは。この点はちゃんと頭に入れておきましょう。で、個別指導では登録の移転の概要と書き換え交付申請ですね、これの関連についても動画で解説いたします。ここでは引っ掛けポイントがありますので、この点絶対に注意しましょう。引っ掛けポイントについては個別指導で解説いたしますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメールマガからご確認ください。で、問3ですね。農地法第3条第1項または農地法第5条1項の、許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結してもその所有権の移転の効力は生じない、丸か×かという問題です。これは丸ですね。3条許可っていうのは農地や再送放牧地の所有者が変わる場合に必要な許可なんですね。で、5条許可っていうのは農地や再送放牧地などを宅地などに転用してさらに所有者も変わるっていう場合です。そういった場合に必要な許可なんですね。
で、参上許可を受けずに売買契約をした場合、この売買契約っていうのは無効になります。つまり所有権移転の効力は生じません。また、誤上許可を受けずに売買契約を締結した場合、これも無効になって所有権移転の効力は生じません。また、これ農地を転用してますよね。参上許可では農地転用ないですけども、誤上許可は農地転用があるっていう点で違いますよね。で、農地転用した場合は、原状回復の措置を命じられる可能性があります。この点までちゃんと頭に入れておきましょう。まあ、今日も関連ポイントがすごく重要な部分になってきますので、関連ポイントがどこかっていうところを自分自身で調べながら、絶対頭に入れておきましょう。この問題が解けるだけでは実力って正直上がらないんですね。関連ポイントまで一緒に頭に入れて、初めて実力って上がってくるんですよ。だから一問一問の答えがわかるだけではなくて、関連ポイントも含めて一緒につなげて頭に入れておくってことが非常に重要になってきます。これできてないと正直本試験でだいたい引っ掛け問題に引っかかったりするんですよ。なので、その関連ポイントまではこの動画ではお伝えしておりませんので、無料動画ではお伝えしてませんので、その点は個別指導になります。もし自分自身で関連ポイントまで勉強できないっていう方は、ぜひ個別指導をご利用ください。あなたの受講をお待ちしております。で、個別指導は明日になったら値上げになりますので、その点だけ注意していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。